驚きは、いや、びっくりした方が大きいです、正直、はい、まあ、ちょっと笑っちゃいました、ね、, 笑っちゃいけないでしょうけど、なんか撮ったよみたいな感じで笑っちゃいましたね。本当になんかピタッと届いたような感じが、うん、いやもう全然寝てるなと思った、うん、すごい、あの年で最年長ですか、最年一応コウジさんの方がですか、そうです、記録としては何ヶ月かコウジさんが後なんですけど、あや、まあ、あのいや今年の、あ去年か、その2019年のメンバーでいくと、はい、あの自力のすごい選手たちの中で新太郎さんが勝ったというのは、うん、意味があるのかなと思います。最後ナショナルチームの中割ってましたからいやあれは見応えありましたけどね、あれすごかったな、レースは俺本当に適当だったよ、そういうこと何度もグランプリ一緒に走ってた中だと思うと、そうですね、いやまさか取ると思ってなかったからびっくりしましたね正直。なるほど、スキムさんご自身もだいぶその調子を戻してきてるのかなと思うんで、またまあそうですね、一着取れてるんで悪くはないと思うんですけど、今年新太郎頑張ってるんでね、はい、ちょっと同じレースを掲げられたんでしっかり頑張らないと置いてかれてますから、もうだいぶまあ少しでも追いつけるようにちょっと頑張っていきます。でもその大きな刺激じゃないけど、今年 G1 でまた新太郎の大事に、そうですね、しっかりね、背中見て走りたいです。でも長いね。はい。グランプリいい方をちょっと目指してもらいます。はい。ちょっと初日が8レースで、まあ、はい。まあ、竹内いますし、うん、まあ、一応話して、ね、してから、ミネの番手を、はい。はい。ちょっと点数的にも。はい。そうですね。こんな感じで。うん、新太郎さん以上の大復活また。頑張ります。はい。ありがとうございます。